はい、こんにちは。今回は PCR 検査を受けてきたので、このね PCR 検査について詳しくご説明をしたいと思います。自分がね実際に受けてみて分かったこと、いろいろね調べて分かったこと、それぞれをね詳しく説明していきますので、よろしくお願いします。それでは見てください。はい、こちら今東京都内の病院に来ています。こちらの病院では熱がない健康な人のための PCR 検査を行っています。一口に PCR 検査といっても2つあるんですよね。一つは熱があって本当に新型コロナが疑われる人、そしてねもう一つは健康だけれども PCR 検査を受ける、こういうね2つのパターンがあるんです。以前は綿棒などで鼻の奥をねこすってやるのが主流だったんですが、今ではもう唾液で検査をするというのが一般的になっています。透明な容器にこうね唾を出すんですよね。だいたいね 1.5 センチから2センチくらいですかね、そのくらい唾を食べます。それで蓋をして渡す、もうたったこれだけなんですよね。だから本当に5分ぐらいで終了してしまいます。簡単ですよね。そして気になるのは費用だと思うんですが、 PCR 検査の費用はピンからキリまでなんですよね。安いところは2900円というのもありますが、海外などに渡航する場合に陰性証明を出してもらう、そういう場合にはだいたい3万円前後になると思います。熱がある人、こういった方はね新型コロナ疑いの場合保険適用で補助されますので、まあほぼ無料という感じで受けられると思います。ですので新型コロナが疑われる人はまず電話、東京都なら 03-5320-4592、 こちらにまず電話をしてください。症状がある人と症状がない人では検査場所が全く異なりますのでご注意ください。いかがでしたか？なかなかね自分でやってみないと実際わからないこととかでたくさんあると思うんです。これからは PCR 検査を受ける人も結構増えてくるかもしれませんので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。それではまた別のレビュー動画でお会いしましょう。